皆さん、マムチャンネルが始まりますよ。前回の増田明美さん、ご覧になりましたか？大谷翔平さんのここ触りたくなるぐらい。そこに旦那もいますけどね。でもね、もう旦那なんかどうでもいいっていうぐらい。俺はやられたことないって顔してる。そうだね。マムちゃん、今回も楽しみにしています。はい、というわけで、第2弾、松田明美ちゃんね。覚えましたね。いやいや、で、あなたは、あの A さんとは現役の時代にあったの？いや、違う、現役に対して、私最初に TBS ラジオで、あのなんだっけ、花の東京応援団という番組を、あのパーソナリティをワハハ本舗の佐藤さんと一緒に引退してすぐ持たせていただいて、でじゃあ誰のラジオ勉強しようと思って、でそれで勉強してていろいろ聞いたら、 A さんのラジオってなんでね、この声だけなのに匂いが伝わるんだろうって思って憧れちゃったので、ずっと永六輔の土曜ワイドを聞いていたんですよ。たらゲストで呼んでいただいたの。たら私 A さんに、あの、あなた面白い人だねって言われたの。なぜかって言ったら、 A さんも花の東京応援団を何回か聞いてくれてたんですよ。たまたま A さんが聞いてた時に、私台本で仲人に見守られる中、新郎新婦が結納を交わしましたって、あの結納という字を結納って呼んだんですよ。で A さんは、政治家でもそういうのいるからね。でもね、あと元総理ね、あれは安心しましたね。あ、総理大臣司会をやったの？え、違う、結婚式の司会をやった時。違う、あのパーソナリティでやってたんですよ。花の東京で。で、あ、その時に、そうオンエアで。オンエアで。生で言っちゃったの。言っちゃったの。それでね、で A さんは後から聞いたら、なんか私のその時直されなかったの。いや、な、だから間違えられて、なんかスタジオ凍りついちゃった。で音楽がかかって、でもね、 A さんはあれなんですよ、私がやっぱりオリンピックで、あのこう途中棄権してしまったって、あった、悲壮感も漂ってたから、あのあれでしょ、あの最後、あの失神間近になった女の子がゴールに飛び込むやつでしょ、あの時にあなたはそのシーンを、あの介護室で見てたって言うんでしょ、テレビで、アンデルセンさんのね。だから私日本に帰れないなって思ったね、瞬間だったんですけど、だから A さんも私のことかわいそうな少女だな、小心な女だな、細かったしね、今みたいにこうたくましくないし、でね、でかわいそうだなって思ってたのに、いきなりラジオで結納だったから、なんか A さんとしてはちょっと、それでほら、それにもあの負けずに結構明るくやってたんですよ。やっぱりほらみんなね、スタジオ凍りついた。でもその時にあのエクスキューズで、あら間違えちゃったとか言って、相手役かなんかが直せばそれは笑いで済んじゃう。だけどほら、そこには直してくれたけどね、音楽なんかもかかって、でもやっぱりちょっとやっちゃったなっていうのがあったじゃない、空気として。そういう空気がずっと広まっちゃった。そうなので、まあそれで一回で終わればいいものを、お正月になって商店街には門松が飾られてますってやっちゃって、でそれぞれのうちに小学生用の国宝辞典なんかが送られてくるんだけど、成田高校何を教えてるの。いやだけどね、野球とマラソンしか教えてるのか、あれ。だから成田高校に悪いなと思って、悪いよ、今入れないぐらい結構ね、文武両道なんですけど、まあその頃よりもだけど、でも私もほら母もそれでね、成田高校ってあれだろ、成田のお不動産の脇だろ。そうですよ、新勝寺成田さんが、あの新勝寺お参りして、ずっと裏の方の池の方から行くと、成田高校から野球部がカンカンって打ってる音がよく聞こえたよ。そう、強いですよ、甲子園行けよって。何回も言ってるよ。有名な選手も出たんですよ。そうそうそう、野球と陸上とテニスも強くてね、だからそこでなんだよ、門松かよ、門松。それ門松で母親なんか ね生放送で消しゴムで消さなくって、うちの母なんか寝込んじゃってね、もうね、まあ、だけどそれも私も言い訳するわけじゃないんだけど、ほら冷静にやって意味を把握しながらやってたらね、あの、あんまり間違いないんだけど、走り現役終わってすぐにいただいちゃったからでね、あの、あんまりね、世間を知らないからね、そうって暗いと思ってた私がよく喋るって、意外性が武器になるって、もう引退して半年後のあれだったから、まあね、そうか、だからまあでも今でも間違えますけどね。いやでも、はい、今は面白いと思うよ俺たちは、それで、あれ、で A さんは、
もともとおしゃべりだったの？おしゃべりだったの。あ、そう、うん、それがやっぱりアスリートの時代はそんなこと言えない時代だったのね。不言実行だったからね。だからね、言えなくてもう本当に咳を切ったような感じでね、いや、しゃべり始めて、私 うちのおばあちゃん、うち専業農家だったんですよ。で、おばあちゃんに育てられて。何だの、どこ？成田じゃない、いすみ市。先生のお宅で下宿ですから。ああ、そうか。でね、でその下宿して、あの先生のお宅で6畳一間のお部屋に私暮らしたんですけど、その畳の部屋を次に使ったのが室伏広治さん。あの、ね、今スポーツ庁長官だから、すごい礼儀正しくて、こうね、うん、世界のね、そうそうそう。でもほら、そこに行くまではおばあちゃん子で、おばあちゃんに育てられたんですけど、君江っていうおばあちゃんが近所で評判のおしゃべりばあちゃんで、よくね、子供の時にね、近所にお茶飲みに行くんですよ。だから隣のじいちゃんが、君江さんは人が喋ってる時にも唇がパクパク動いてる、うんうんうん、だ、まあ、そういうばあちゃんだったから。でもね、まあ、A さんにお会いして、本当に A さんはね、だからほら、私がいろんなことを知らなすぎたから、 A さんは教えたくてしょうがない人だったのね。で、私はもう渇望感があって、教えてもらいたくてしょうがない。砂漠の砂に、そう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 、ね、水を注いだように、じゃあついていっちゃったんだ。行っちゃったので、それでね、私がまむしさん、ほら、あの毎日新聞で、増田明美のさあ走りましょうっていう市場コラム、コラムが始まったの、うん、でその時に、あの A さん、あのね、あの編集の方から誰かゲストがいませんかって言って、 A さんにお尋ねしたら、いや、僕一緒に歩きますよって言って、あのゲストで一緒に歩いてくださって、それで私が書きやすいように常にテーマを作ってくださるの、 A さんが。へ、着物の歩き方、ただ歩いても面白くないじゃないですか。で、着物を着た歩き方、舞台の歩き方、12月14日はその討ち入りの日は、両国から仙岳寺まで、あの四十七士の気持ちになって歩きましょうとか、うん、ナンバー歩き、常にテーマを持ってね、くださって。いや、だから物事面白がっちゃえって言った。そういうこと、そういうこと。あと、これは今のラジオパーソナリティに少ないよ。そう、面白がってやりましょう。自分が面白くなかったら聞いてる人はもっと面白くないよっていうことだよね、うんうんうん、あ、そう、 A さんがそれを明美ちゃんに叩き込んだんだ、ね、叩き込んだっていうかね、一緒に歩かせてもらってる時にね、なんかそういうのをね、教えていただいて、そう、それでね、でそのでまむしさんのね、まむしさんのほら、ゆりさんの、あの、これ面白いよってゆりさんのところでほら、出るじゃないですか、ね、で面白いよって、そういうのも教えていただいて、でそのまで俺の放送も知らなかった、それから聞くようになった。そうで、ゆりさんの番組とかを聞くようになったら、いや、ゆりさんも素晴らしいですね、うん、必ずほらラジオの最後に病気療養中の、あ、最初に病気療養中の皆さんって言って、最後にもね、あの放送作家とか全スタッフのお名前を最後に言われて、いや、なんかラジオってあったかいなって、なんかファミリーな感じでね。で、よくね、まむしさんもあの言うじゃないですか、テレビがメインストリートで、ラジオは横丁だけど、うんうんうん、そこに路地に味わいがあってって、なんかその匂いがね、だから私なんか将来ね、そういうもっともっと引き出し多くして、それはなんかそういうの勉強してね。それはだからさ、うまい A さんというね、うまい人に引っかかったね。よかったよ。いや、だからね、うん、で A さんもね、うん、この子ならわかると思って。そうなのかな。それであれだね、 A さんはもうあなたにひどいことも言うね私ね、会うたびにね、増田さんはね、いや、かわいね、可愛くなってね、いや、あなた選手の時がひどすぎたからね、会うたびに、そうなんだよな、可愛くなったって言われるのがね、得だって言われてね、ちょっと真美さん手握って握手して、あ、やっぱり同じ、あのね、優しい、手柔らかいもん。あ、そう、うん、いや、優しい、やっぱりね、 A さんもそうだったの。あの、こう手のひらね、こうして握手するとふわふわ、赤ちゃんみたいな。だからこれが、うん、言葉に出ててね、これですよ。だから私、 A さんが天国に旅立たれた後はまむしさん後を追っていきますので、もうなんかね、もう本当にね、俺 A さんと似てないよ
毒も優しさですから。いやいや、だけど A さん、まあ、A さんも江戸っ子中の江戸っ子なんだけど、ね、そうそう、ね、A さんは住職さん、そうそうそう、うん、であの俺たちから言ったらね、位が高いんですよ、うん、住職は、うん、ね、だからあの庶民の遊びを知らない、ベーゴマとかけん玉とか、うん、ね、それからあの、長馬でとか走りね、あのみんなでかっかれんぼとかなんかあんまりやらないで、うん、体も弱かったから、ね、だからそういう意味では俺の方があの土着なんだよね。なるほど、ね、うん、A さんは悪ガキじゃないんで、あ、うん、あの竹倉で言うと A さんは神女っていうお寺の子、ね、あの坊さんのせがれ、うん、僧侶のね、だけど俺たちはそこにいる三五郎とか長松とかっていうね、だから秋があったんだね、そうそうそう、だからそういう点ではでも A さん俺のことを気にしてくれて、うん、あ、A さんが知らない下町をお前は知ってるなっていうこともあったんだろうね、うんうん、だから俺のことを気にしてくれた。いや、あのね、マムシさんのこと気にしてるだけじゃなくてね、うん、マムシさんに対して敬意があった、あのこう尊敬、リスペクトがありました。あ、そう、うん、だからそういう関係だったなって思ってね。そう、だからね、私今の住職さんって話聞いたらね、 あんまり人の結婚式の司会とか、ほら、賑やかなところがお好きじゃなかったじゃないですか。あのお断りしてた A さんが、私が41歳で結婚した時に結婚式の司会やってくださった。ほらほら、ただね、キャンドルサービスっていう時に A さんが間ができちゃったの、あれと思ったら、たら皆様これからおろうそくの点火式です。あ、やっぱりこの住職さんだから古風な言い方をされたな、おろうなんだ ね思ったの。そして後から聞いたら、あのキャンドルサービスって言葉が出てこなくてちょっと焦っちゃったって。あ、それで造語なんだそう、でそれでパパッとねおろうそくので、でもそれがだけどこれ名言じゃない、名言で、今だから父と母はね、さすが A さんって言って、あの表現が大好きで、なんか私が結婚したことよりも A さんに司会をやっていただいたってことをね、思い出として喜んでる。そういうのね、いや、 A さんか、ルーツはお互いに。マムチャンネル。